こちらは午前7時前、仙台市内から撮影した映像です。白い球体の下には十字状の物体とプロペラのようなものが回転しているのがわかります。こちらは上空2500メートル、ヘリコプターからの映像です。白い雲のはるか高いところに白い物体が見えています。宮城県内では広い範囲で目撃されていますが、東京航空局仙台空港事務所によりますと、管轄するエリアで該当する飛行の申請はないということです。いやー、わかんないですね、全く。今びっくりですね。今言われて、みたいな。仙台空港によりますと、正午現在、航空機の運航に影響は出ていないということです。